長野久義。プロ野球選手になることを夢見ながら、その夢を叶えることができない選手が多い中、プロ入りのチャンスを2度も断り、巨人でプレーすることにこだわった選手がいます。それが長野久義です。大学4年生の時に才能が開花し、2期連続で首位打者を獲得しました。そして大学卒業の年のドラフト会議で日本ハムファイターズから指名を受けますが、巨人入りを熱望していた長野は入団を拒否し、社会人野球の名門ホンダでプレーすることを選びます。さらに2年後のドラフトでは千葉ロッテから指名を受けると、これも拒否。その翌年にようやく巨人からドラフト指名され、プロ入りを果たしました。プロ入り後は広角に打ち分ける打撃で活躍し、新人王、ベストナイン、首位打者、最多安打などさまざまなタイトルを手にしました。人的保障で広島へ。しかし2019年1月、長野は9年間在籍した巨人から広島カープへと移籍することになります。さらにこの移籍の経緯がさらにファンを驚かすことになります。この年巨人は FA 権を取得した丸佳浩を獲得。長野はその人的保障として広島へ移籍することになったのです。人的保障とは、 FA で選手を放出することになった球団が移籍先の球団から選手を補充できるというルールです。ただし移籍先のチームはチームを支える主力を守るために、所属選手から28人のプロテクト枠というのを設定でき、取られたくない選手を守ることができます。長野が人的保障で移籍したということは、この28人のプロテクト枠から漏れてしまったということを意味します。巨人以外からの指名を2度も断り、入団後は中心選手としてチームを引っ張ってきた長野のプロテクト漏れは、巨人ファンだけでなく球界全体で大きな話題となりました。さらに巨人では過去にチームへの愛を貫いてそのままユニフォームを脱いだ選手というのもいました。先発として70年代後半から80年代にかけて活躍した貞岡は、近鉄からのトレード話が出ると巨人の選手のまま辞めたいという理由でトレードを拒否、そのまま引退となりました。また現在はコーチとして活躍する元木大輔も、戦力外通告を受けると他球団からの誘いもありましたが、入団した時からこのチームでいらないと言われたら辞めようと決めていたとして、33歳で引退の道を選びました。そのようなこともなく、長野が広島移籍を選んだ理由として、当時の巨人軍監督原辰徳との確執が噂されるようになりました。原といえば、気に入らない選手を冷遇することがしばしば見受けられてきました。例えば原が監督に就任した1年目には、それまで不動の1番バッターだった西を外し、清水を1番で起用しました。これは西が自分と同じ背番号8をつけているのが気に食わなかったからという説があります。結果として西は11年在籍した巨人を離れ、横浜に移籍することになります。また阿部慎之助の後継者として期待された小林誠司が思うような結果を残せないと、勝った試合にもかかわらず小林とだけハイタッチを交わさないというシーンが中継されるということもありました。このように原は自分の好みによって選手の起用や対応を変えるということが知られていたので、長野がプロテクト漏れをした時も何か確執があったのではないかという噂が出たのです。この動画では本当に確執はあったのか、そして移籍後の長野と原の関係はどうなっているのかを解説していきたいと思います。プロテクト漏れの理由。長野はなぜチームの中心として活躍してきたにもかかわらず、プロテクトから外れてしまったのでしょうか。実は
これには原が監督として経験した FA での苦い経験が引き金となっているのではないかと考えられています。長野が移籍する5年前巨人は同じく広島から当時のエース格であった大竹寛を FA で獲得します。その時も人的保障が適用され、プロテクトから漏れた2年目のピッチャー市岡隆二が広島に移籍することとなりました。当時も監督を務めていた原はチームの主力やベテランをプロテクトし、若手をプロテクトしないという選択をした結果、若手でそれほど実績を残していなかった市岡が人的保障で移籍するという流れになりました。しかしこの市岡が広島に移籍すると中継ぎとしての才能を発揮し、2017年2018年と59試合に登板し、2017年は19ホールド、2018年は18ホールドを記録し、広島3連覇を支えた選手の一人となりました。もともと巨人といえば圧倒的な資金力を背景に、他球団のエース級ピッチャーや主力打者を移籍市場で獲得してチームの強化をしてきた歴史があり、逆に生え抜き選手の育成という面では他の球団に劣っているという見方をされていました。そのような状況の中、市岡が活躍したことで巨人のフロントや原に対して育成力がないのではないか、いや選手の才能を見抜く力がないのではないかという疑問が投げかけられるようになりました。また2011年にソフトバンクホークスが三軍制を導入し、そこから千賀滉大や甲斐拓也といった主力選手が育ってチームの中心として活躍していた時期だったこともあり、巨人の育成力不足や即戦力に頼ったチーム強化のやり方に批判が集まりました。さらに長野が移籍する2年前、横浜 DeNA で10勝を挙げリーグトップの完投数、そして完封数を誇っていた山口俊を同じく FA で獲得します。その時の人的保障で当時1年目の平健太郎がプロテクト外となり横浜へ移籍すると、2018年には13試合に先発、5勝を挙げ防御率も3点台という結果を残します。するとまた周囲から巨人の育成方針に対する批判が相次ぐようになりました。そんな流れの中で大竹獲得によるプロテクト選手の選考が行われたのでした。長野はルーキーイヤーの2010年に新人王、翌年の2011年には首位打者、そして2012年には最多安打とプロ入りから3年連続で打撃タイトルを獲得していました。しかし2014年のシーズン中に右膝を負傷すると、この年のオフに手術をすることになります。すると翌年の2015年からは成績が低迷し、以前のような活躍はできなくなっていました。しかしチームの外野手の中ではトップクラスの成績を残していました。このような状況の中で原は選手の将来性を見極め、功労者であった長野をプロテクトから外し若手を守る決断をします。実際に長野が移籍した2018年に若手だった選手を見ると、中川や重信、若林など今の巨人を支える選手が多くいます。もし長野をプロテクトに入れていたら、この若手生え抜き選手の活躍はなかったかもしれません。また巨人は同じ年に西武ライオンズから住谷を獲得し、その人的保障として左のエースであった内海哲也が西武に移籍しています。ここにも活躍できなくなってきた功労者よりも若手を優先して守るというチームの方針が現れています。実際に原はこの時期のある講演会で、 FA 制度は優れたプロの選手にとっては宝物、我々は一番手としては丸選手を評価した、手を挙げてぜひジャイアンツに来てくれと誘った、住谷選手もそうですね。 FA 制度にはルールがある中で相手チームは内海、長野を選択した。私も心境としては残念です。
でもルール、28人のプロテクトがある。その部分では我々は彼ら2人を守ることができなかったが、相手球団はしっかりと評価して取った。ルール上仕方のないことです。勝負の世界は足し算ばかりではない。足し算で丸、住谷、引き算は宇都宮、長野になった。人生はトータルで勝負と話し、チーム全体の戦力を見た上での判断としています。なので長野のプロテクト漏れの理由の一つは、巨人が育成にも力を入れるようになったことの反動ということが言えるでしょう。しかしこのチーム方針にもある矛盾が生じます。長野や宇都宮といった功労者をプロテクトから外した一方で、この年巨人はオリックスを自由契約になった当時36歳の中島、そしてシアトルマリナーズから放出された当時37歳の岩隈を獲得。さらに当時43歳であった上原とも再契約するなど、プロテクトから外した選手よりも高齢の選手を獲得する動きがありました。これに対して若手育成のチーム方針と矛盾しているとの指摘があり、巨人のチーム方針に対する批判が高まりました。また逆に広島は移籍する丸と同じ外野である程度の活躍が見込める選手で、かつ同じ年に引退した新井の代わりに若手の手本となる長野を獲得したことがチームの方針として一貫性があり、長野が元気で活躍しているうちに次の若手を育てるといった育成方針も称賛されることとなります。広島移籍後の長野。広島へと移籍が決まった長野は球団を通じてこんなコメントを出していました。3連覇している強い広島カープに選んでいただけたことは選手冥利につきます。自分のことを必要としていただけることは光栄なことで、少しでもチームの勝利に貢献できるように精一杯頑張ります。巨人では最高のチームメートに恵まれ、球団スタッフ、フロントの皆さんの支えのおかげでここまで頑張ることができました。また9年間応援してくださったジャイアンツファンの皆様のおかげで苦しいことも乗り越えることができました。ありがとうございました。ジャイアンツと対戦することを楽しみにしています。このコメントを見た野球ファンからは長野の人の良さに対する称賛が寄せられました。また背番号に関しても5番と9番が一桁では空いていましたが、尾形浩一監督が現役時代につけていた9は野間が一人前になった時につければいいと、丸の後継者として期待されていた野間がつけるために選ばず5番を選んだといいます。また巨人時代につけていた7番はすでに他の選手がつけていたので遠慮したというエピソードもあり、放出された悔しさをあらわにすることなく、新しくチームメイトになる広島の選手に対しての配慮もあり、長野の人の良さが浮き彫りになります。しかし入団会見でのあるコメントが原との確執疑惑をより濃いものにします。入団会見に臨むことになった長野に記者からある質問が飛んできます。2019年は開幕戦のカードが巨人対広島と決まっていたので、その開幕戦で原が長野がホームランを打って丸が逆転ホームランを打つことがジャイアンツの理想とコメントをしたことに対して感想を求めるものでした。それに対して長野は、ちょっと何を言っているのかわからないですねと返しました。このコメントを見たファンはやはり長野と巨人の間に確執があったのではないかと推測することになります。しかし実際の開幕戦では長野は出場なし、一方の丸は3番センターで出場しますが、4打席4三振と原が思い描いた通りとはなりませんでした。その後長野は72試合に出場しますが、これまで経験したことがない代打での起用への戸惑いから打率、ホームラン、打点のすべてで自己ワーストの記録を残すことになります。また自身でも人見知りと語っており、
新しく人間関係を作るのが大変だったのかもしれません。さらに巨人時代はホームである東京ドームでの試合のほかに横浜スタジアム、神宮球場での試合も関東圏の球場なので、遠征は広島、名古屋、大阪しかありませんでした。ただ広島に所属するとホームゲーム以外すべての試合が遠征試合になるので、その移動面での負担など野球以外でも苦労もあったようです。しかし移籍2年目の2020年はスタメンと代打の併用にもなれ、95試合の出場で打率2割8分5厘、10本塁打、42打点と数字を大きく伸ばしました。特に代打成績は25打数11安打、1本塁打、8打点、代打打率は驚異の4割4分を記録し、代打で20打席以上立った両リーグの選手の中で最もいい成績を残しました。また地元の医療従事者にサイン入りバットをオークションで売った収益を寄付するなど、広島という地域への貢献も果たしており、広島のファンからも愛される選手となっています。このように広島でも新たな活躍の場をつかんでいる長野ですが、巨人に対して恨みなどはないのでしょうか。実は長野の移籍に対して巨人のフロントから謝罪があったといいます。大塚敦弘球団副代表は記者に対して、宇都宮の時と同じでショックですよね、全体のバランスを見てプロテクトしてますけど、まさかですよね、若返りというのも考えてのプロテクトだったんですけど、あの辺を持っていくとは思っていなかった、本人とも話をしましたけど入るいきさつがね、2回ドラフトを蹴って入ってますから、ジャイアンツが大好きだったんだと思いますから、本当に申し訳ないと謝りましたと話しており、長野に対してプロテクトから漏れてしまった理由の説明と謝罪をしたことを明らかにしています。また長野は2018年のシーズンオフに年俸を2億2000万円まで引き上げていました。年俸を引き上げることでプロテクトを外しても広島から指名を受けないようにしようというフロントの思惑もあったのではないでしょうか。また原も若手を優先して28人のプロテクには入れなかったが、いい選手であることは間違いないという趣旨の発言をしています。結果として広島は長野を指名して移籍することにはなりますが、長野が球団や原との間に確執を抱えていたということではないようです。ファンの反応。長野の移籍に対してファンからは、カープ入団前は嫌いな選手トップ5でしたが、カープ入団が決まってから最初のコメントでファンになり、その後のさまざまなエピソードを聞き大ファンになりました。何年か後に引退する時が来たら、松田の巨人戦と東京ドームで2回引退試合するでしょうね。いや、年齢が高く年俸も高額なベテランは生え抜きであろうとプロテクトから外すと思います。長野さんは人格者として評価が高いようなので、いずれコーチとして巨人に復帰するでしょう、その日を待っています、などのコメントがあり、長野の対応へは称賛が、巨人の行動に対しても一定の理解が示されていました。今後の動き。長野は2022年の現在も現役としてプレーしていますが、選手としてはベテランの域に達しており、近い将来引退するタイミングが来るでしょう。その時に第二のキャリアとしてどこのチームでどんな立場で野球と関わっていくのかが注目ですね。今回の動画は以上です。このチャンネルではプロ野球に関する動画を今後も投稿していきますので、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。